ポテンシャルエグすぎてヒールでゴール決めてますよ自分は、ある意味スピードスターのようなやっぱ70代の前半と後半ではフィジカルが変わってきたりしますか？かなり変わると思います。だいたい1歳刻みでフィジカルが変わってきますよ、だから脳活みたいなことをプログラムに入れてやると。なぜサッカーを続けてらっしゃるのかという、決まった瞬間にですね、年替えもなくこうハグをしたと。その時間っていうのがやっぱサッカーやってて大変な醍醐味で、多分一生ものなんだろうなと。僕おじいちゃんになったら何やろうかなって思ってたんですけど、一個目標できましたね。あ千葉県のとある競技場、小学生が白熱した試合を繰り広げる中、その隣のコートでプレイするのは75、僕71、日常テストを受けたから。Japan Athletic Club Chiba。 なんとメンバーの最高年齢は86歳というシニアサッカーチームのメンバー。シニアスポーツってどうせ健康のためにやってるんでしょと思ったそこのあなたに勝つ。おじいちゃん早っ。華麗なパスワーク。倒れ込みながらのシュート。実は今年行われた70歳以上だけが出場できる全日本オーバー70サッカー大会で見事優勝した初代チャンピオンチームなんです。その活躍は中国メディアにも取り上げられ、日本とのサッカー技術の差は想像を絶すると絶賛。ただはつらつとしたプレーの裏でこんなシニアあるあるも、まずメンバーは最初菊池和左3トップ、今日工藤が来てないね、まだ多分来ないみたいだから、あら、みんな自治会で揉めてる。あ、そう、はい、そしたら他にも見ていてハラハラと心配してしまうこともしばしば。激しい衝突もあるサッカー、なぜ高齢者になってもボールを追い求めるのか。シニアサッカー日本一に輝いたチームの監督に直接お聞きします。はい、早速ご紹介いたしますのでね、どんどん2人から聞いていただければというふうに思います。ゲストをご紹介いたします。70歳以上が出場できる全日本オーバー70ですね、サッカー大会で初代王者に輝きましたアスレチッククラブ千葉の選手兼監督でいらっしゃいます今橋はじめさんです。今橋さん、どうぞよろしくお願いします。お願いします。いやー、すごいですね、お二人どう見ました？いや、ちょっとポテンシャルエグすぎて、はじめさんエグいっすね。ありがとうございます。ヒールでゴール決めてますよ。はい、もう振り向いてたしな、ディフェンス背負いながら振り向いてました。サッカー歴どのぐらいになるんですか？中学3年からやってましたので、はい、何年なんですかね、今73なんで、うんうん、60年ぐらいですか。でその間引退がよぎることなくずっと来てるって どういう感じで、まあ、いろいろサッカーの指導だとかいうことも含めてやりましたので、うん、まあ現役としては、まあ、やっぱりずっとやってましたね。はい、特に、うん、自分が体が悪いとか、もう嫌だとかっていうことは全くなくて、うん、まあそこにサッカーがあるからっていう感じで、はい、ずっとやってました。体がぶつかるの怖くないですか？こう、ね、接触するスポーツですから。まあサッカーの中でもいろいろありまして、まあ、コンタクトを強くする場面と、まあ、スピードで圧倒する場面と、で自分は、ある意味スピードスターのような存在なので、あんまりコンタクト、まあ、自分も得意じゃありませんし、抜いていくタイプのフォワードなんですね。避けるようにしてプレーされる、まあ、結果的にはそういうことなんです、うん、ただやっぱりサッカーどうしても1対1のスポーツなので、まあ、そういうとこ場面はたくさんありますよね、うん、大きな怪我もなく今まで、そうですね、肉離れ、足の肉離れはもう過去10何回やってます。10何回でも肉離れで収まってますからね。まあね、それぞれ人によっては、はい、もうちょっと大きな、ね、ケアしなきゃいけないことになる人もいますけど、うん、まあ、私の場合は
なんとかその都度乗り越えて今に、はい、多分体重が軽いからじゃないかと。確かに確かに、はい、シニアサッカーも45分、はい、45分とアディショナルタイムですか。はい、シニアの場合には大体、場所にもよるんですけど、こういった全国大会の場合は20分ハーフです。20分、20分、20分、うん、で、まあ、リーグなんかによっては30分、30分とか、うん、我々千葉県のリーグは25分、25分という、うん、どのぐらい練習してますか普段。それぞれ人によるんですけど、私どものチームでは千葉県に5カ所練習場があるんです。で、まあ、その場所に、まあ、千葉県広いもんですから、うん、そこの場所によって私はここに行くとか、あと練習メニューですね、うん、そういったものもいろいろ違うので、それを、まあ、セレクトしてそれぞれやってますね。まあ、モサの人は週に練習だけでも4回行ってる方います。週に4日全然、はい、ザンビアより環境良かったびっくりしました。本当天然芝じゃなきゃなかなかやりたくない。それは特に千葉の場合はね、東京なんかと比べても、はい、環境としてはいいと思います、ね、そう。でも同世代の中でも圧倒的に若いんじゃないですか。そうそう、走れないですよね、おそらくそんな、うん、まあ、ただ、うん、トレーニングをしてるというわけでもないので、私の場合は、うん、やっぱ70代の前半と後半ではフィジカルが変わってきたりしますか。かなり変わると思います。もう70過ぎますと大体1歳刻みでフィジカルが変わってきますよ。へ、はい、これなんか日本一に輝かれたりしてるじゃないですか、はい、ここでなんかこの賞金が出たりとかは別にないんですか。いただきたいですけどね。でもこれ高齢化してったらメダルいただきました。メダルはいただけるか。いろんなスポーツで実は全然あり得る世界だなと思ってきました。いやでも実際のところは、はい、こう試合中に怪我をしてもうそれ以降できなくなりましたみたいなことがありそうな気もするんですけど、そこはやはり会員たくさんいまして、うん、中にはもう、大きな怪我をして大会される方もいますよね、うん、それと例えば、腰を痛めてしまって、まあ、3年かけてやっとリハビリが終わって最近も戻られた方もいます。ですからやはりサッカーあるあるで、サッカーがあるんで、とにかく自分でリハビリをたくさんやってやりたいと、ボールを蹴りたいという方が多分相当数いるんじゃないかと思います、ね、これ途中から、はい、例えばずっといね、13歳ですか、中学生からやってるって話ですけど、はいはい、途中から始める、50代から始めたって人が入れるようなちょっとレベルじゃない感じです、まあ、私どものチームはどなたでも歓迎なんです。で、我々練習してるグラウンドに例えばある方が見に来られました、ちょうど2年3年ぐらい前ですかね。で、その方がうちのチームに入りたいということで、まあ、受け入れました。で、聞きましたら全くサッカー経験がないんですね。で、ところが今年も、オーバー60の私どものチームの代表チームで活躍されているという方もいらっしゃいます、それこそサッカーを始められた年齢にばらつきも生まれると思うんですけど、はい、そのプログラムみたいな、そのなんか練習プログラムみたいなのって独自で編み出されてたりするんですか、うん、まあ、特に私今見てるの70オーバーですから、はい、どうしてもその体が1年ごとにその落ちてくる、うん、それから頭ですね、うん、脳の方のやっぱり活動も少し落ちてくる、うん、ですから脳活みたいなことをそのプログラムに入れてやるというのも、反射神経とか、さっきビデオでありましたけど、ラダーって言いまして、そのはしごみたいなやつのところで足を動かす、ただ足を動かすだけではなくて、それと一緒に手も動かす、それから同時に今度言葉にも出す、そうするとその3つのいろいろな要素が活性化するんですね。で、間違ったことが1つの活性化になるんで、というふうなプログラムなんかも今入れてます。いや、その意味で言うとやっぱりその運動能力がここまで高いまま維持されているという意味で言うと、例えばそのストレッチとか筋トレとかのメニューでその可動域を狭くしないとか、いろいろ細かくやってらっしゃるのか、そうでもなくてサッカーだけこう個人的にはやってらっしゃる方いると思います。ただ私の例でいくと、多分こちら皆さんの中で一番私が硬いと思います。ずっと垂直でこう下ろした時に床から多分このくらいで20センチぐらい余ってしまうぐらい私体硬いんですよ。ですけどサッカーやってる時のそのなんていうんですかね、可動域というのは意外と取れてると。サッカーの部分は保たれてて、あとはやっぱりどうしても、はい、ただ整骨院よく行くんですけど、そこの院長さんの話だと、私は、まあ、1年いろんなスポーツやって動いてるんですけど、その動くことであなたは生きてるんだと言われますね、はい、ですから運動をやめてしまったら多分あなたはダメになるね、非常によく言われます。まあ冗談半分なんですけど、
確かにそういう一面あるかなというふうに。でも試合で20分ずつ走るだけでもものすごい肺活量とか、うん、ね、そういう意味では運動量としては相当ありますよね、うん、ありますね、うん、ただその70過ぎるとやはり70超えたおじいちゃんっていうイメージがあるので、一人一人がその周りからのそういった影響でもって私はもう動けないんだというような勘違いをしてしまう方多いんですよ、うんうん、それから動きもやっぱりその強く動くことができなくなる、うん、ですから今私やろうとしているのは年齢関係ないんだと、サッカーは同じなんで、だから今システムを 4-3-3 という非常にこう今時のシステムを代表に採用して、はい、やってますね、まあ、そういう当てはめをしてます、はい、いや昔とねちょっとそのフォーメーションとかサッカーの、はいはいはい、おそらく技術とか変わってるじゃないですか。変わります、ね、1960年代と全然違うんですけどちゃんとアップデートしてるんです、はい、WM なんかが多分我々の年代と多いんで、はいはいはい、そういったシステム、WM ね、それから、はい、ディフェンスが2枚で前に攻めると、はい、前が5人とかね、はい、いうシステムをずっとやってましたよね。でもサイドの運動量かなり増えますよね。ですから70でもスピードのある持久力のあるやつをマジっすか、サッカーじゃねえんだ、めっちゃすごいです、すごいですね、上がるんだ。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。